タレントの加藤紗里が7日、インスタグラムを更新し、これがすっぴんになりますと写真を投稿した。加藤は、おはようメイク変えた？って、DM とかコメントたくさんもらったけど、あとメイクを入れたんだよ。眉毛とアイライン。4日前くらいに、W 寝起きでベッドだから、髪はボサボサ W だからこれがすっぴんになります。もう眉毛ベタとか言わせない W と記した。フォロワーからは、すっぴんいいですね。メイクうまいサリちゃんだけれど、すっぴんのサリちゃんの方が高貴かも。すっぴんが大好き大好評ですね。そのシャサトさんが大好きです。シャサトちゃん超可愛い。こっちのサリタンの方が美人で綺麗で好きなどと、好意的なコメントが多く寄せられた。